それではお時間となりましたので始めさせていただきます。シースファイアーナウ、今こそ停戦をシンポジウムです。シンポジウムをやるのは初めてです。今まで記者会見は何度もやったんですけれども、それでは今日の、参加者の皆さんを紹介させていただきます。真ん中から和田春樹先生、和田春樹さん、そのお隣羽場久美子さんから、そのお隣伊勢崎健二さん、そして、西谷修さん、東郷、和彦さんごめんなさい、東郷和彦さん、司会の前北都と申します。司会の鈴木邦夫さんです。菅三順さんです。岡本敦さんです。であちら側が田原総一郎さんです。金平重則さんです。そして品武さんです。お名前はいただいてない、大丈夫大丈夫、後でということで、すいません。それでは始めさせていただきます。シースファイアーナウ、今こそ停戦をシンポジウム、2時から5時までお付き合いください。では最初に和田春樹さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。私どもは本年の4月5日に、今こそ停戦をの趣旨を G7 広島サミットに出席する首脳たちに訴える日本市民の宣言としまして発表しました。31人が署名をしております。それで発表後に、加藤登紀子さんが、賛成してくださるということで、加藤登紀子さんも名前に入れていただきまして、32名の署名でこれを発表するということになりました。それで、その後署名を集め、それから意見広告を新聞に出すということで、まだ募金も集めるという活動をいたしたわけでございます。その件につきましては簡単に鈴木さんの方から署名の経過について、前北さんの方から意見広告の経過についてお話していただきます。署名担当いたしました鈴木です。4月の初めから署名を開始いたしましてですね、昨日時点で8021でございます。で、事前サミットの時に一旦締め切ってですね、各大使館に持ってまいりました。アメリカ大使館には直接参りました。で、他のところは、郵送という形で送りました。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、カナダ、イタリア大使館から、岸田首相宛に送りました。署名というのはなかなか最初はわっといって、あと下がるものなんですけれども、途中で山本太郎さんがツイッターで発信したところ、1日で2000とかですね、大きなそういう動きもありました。皆様、お世話になりました。はい、引き続き署名を集めてます。そして、クラウドファンディングの経過報告です。2023年の4月からスタートして5月の7日まででクラウドファンディングの達成金額が額面435万2400円で、このうちこのクラウドファンディングのシステムの利用料が 20% ですので引いて348万1920円、達成率が 164%、 目標金額が264万円だったんですけど大きく上回りました。支援人数は343人です。クラウドファンディング締め切った後も寄付が集まりまして、全部で361人の方から支援いただきました。
で、その後、チラシを作ったり、リターンというお礼のグッズを作ったりして、その分差し引いて、残りが77,000とちょっと残っております。会計報告、詳しいのが必要だという方がいらっしゃいましたら、用意してありますのでお声掛けください。ありがとうございました。新聞広告出すと、そこに大きく出ているのがですね、ジャパンタイムズに掲載した半ページのものでございます。すいません、それでクラウドファンディングでお金を集めて、その分のそのお金で東京新聞5月13日朝刊、そして、当日、G7 サミットの当日の、5月19日の朝刊のジャパンタイムズと2紙掲載することができました。はい、以上です。ありがとうございました。それじゃあ引き続きまして、G7 広島サミットが行われました。その広島サミットについての多少の評価を私の意見でございますが、申し上げさせていただきます。G7 の広島サミットというものは、基本的な問題がウクライナ戦争問題でした。で、ウクライナ戦争問題についての討論というのは、ゼレンスキー大統領も招いて、なされるということではなくて、ゼレンスキー大統領が到着する前に討議は終わっておりました。で、G7 の広島サミットの首脳声明に含められた文言ですが、ロシアの違法な侵略戦争に直面する中で、必要とされる限り、As long as it takes、 ウクライナを支援するということが打ち出されました。で、この文言はウクライナに関する G7 首脳声明でも繰り返されております。で、この As long as it takes、 必要とされる限りというここの言葉が両義的なものでして、ある意味では曖昧なことになっております。で、ウクライナ戦争のについ関わる目的につきましては、この宣言は、我々はロシアに対して侵略をとどめ、国際的に認められたウクライナの領域全体から即時完全かつ無条件に部隊および装備を撤退させるように強く求めるということを、この撤退なくして公正な平和は実現されないということが主張されています。これが基本的な主張です。で、この内容は何を意味しているかということですが、ロシアの侵攻以前の状態、2022年の2月24日以前の状態に戻せという主張であるというふうに理解します。で、つまりそれはどういうことかというと、クリミア奪還というウクライナの主張は明瞭には支持されていないというふうに思います。で、引き続き宣言は、我々は本年2月に、国連総会決議で、であるウクライナにおける包括的公正かつ永続的な平和の基礎となる国連憲章の諸原則決議というものを改めて想起して、ウクライナの包括的公正かつ永続的な平和を実現するための取り組みを引き続き追求していく、国連憲章に沿った基本原則を平和フォーミュラにおいて掲げるというゼレンスキーウクライナ大統領の真摯な努力を歓迎支持すると、こういうふうに述べています。で、ここで述べられているのは、昨年11月ゼレンスキー大統領が提案した和平のための10項目フォーミュラのことですけども、この10項目フォーミュラを丸ごと支持するということは述べられておらず、曖昧な表現になっております。つまり1991年ウクライナ独立時の国境の再確立を目指すというのがゼレンスキー大統領の勝利の願望ですけども、それには留保がつけられていると考えられます。
で、G7 サミットはロシアに武器を供給する第三層を許さないということがはっきり述べられていますが、その点で中国と北朝鮮に特別の注意を払っておりますが、中国に対して取られた態度は相対的には穏やかな姿勢でありました。これに控え北朝鮮に対しては非常に厳しい態度が述べられましたが、しかし新たな制裁措置というものは取られるということはなかったのであります。さらにウクライナ戦争を推進する体制を世界に拡大するためにグローバルサウスの国々をサミットに招いたわけですけども、この点では成功はありませんでした。ブラジルのルラ大統領ははっきりと明確な意義を唱えたわけでして、グローバルサウスの取り組みには成功していない。結局のところ G7 の広島サミットは何を達成したかというと、岸田首相がキーウで結んだウクライナ日本のグローバルパートナーシップというものを広島サミットのオブラートにくるんで日本国民に支持させるということを果たしたということではないかと思います。そのことはサミットを終えて岸田内閣の支持率が 56% に上昇したということによって示されております。でサミットが終わりました。そしてサミットが終わって、ウクライナのいわば最終的な、反撃、反戦が、反転攻勢が始まるという状況になっておるわけですけども、ここに至るプロセスにおいて新しいいろんなことが起こりました。一つは米国で今こそ停戦後の声が広がったということであります。5月13日に我々の東京新聞の意見広告が出ました。それに続きまして3日後5月16日ニューヨークタイムズに意見広告が載りました。米国は世界平和のための力であるべきであるというものですね。あの入り口のところにコピーが貼ってありますので、後でご覧になっていただきたいと思いますが、ロシア・ウクライナ戦争は完全なる災害である、数十万人が死亡し負傷したと、何百万人の人が避難しているというようなところから始まりまして、アメリカ人でありかつ国家安全保障の専門家として、私たちはバイデン大統領と議会に特に制御不能になる可能性のある軍事的エスカレーションの重大な危険性を考慮して外交を通じてロシア・ウクライナ戦争を迅速に終わらせるために全力を行使するように要請すると、こういうことを述べています。で、もちろんこの戦争の直接の原因はロシアの侵略であるが、 NATO がロシアの国境まで拡大する計画を持ったということがロシアに恐怖を引き起こしたということが影響しておるということも認めています。それで、とにかくロシア・ウクライナ戦争がウクライナを破壊し人類を危険にさらす前に、外交の力によって戦争を止めるということが必要だと。そして、次のようにしています。ウクライナを必要な限り as long as it takes 支援するというバイデン大統領の約束は明確に定義されておらず、最終的には達成不可能な目標を追求するためのライセンスになると考えていると。だから私たちは直ちに即時停戦交渉を提案します、こういうのがニューヨークタイムズの広告です。これを出したのはデニス・フリッツ、マシュー・ホーというような人々で、アイゼンハワー・メディア・ネットワークというのを組織している人たちですが、米軍の退役した軍人の情報将校たちが集まっている組織であり、これにコロンビア大学のジェフリー・サックス、停戦をずっと開戦当初から呼びかけてきたジェフリー・サックスとレーガン政権時代の中佐大使であったマトロックが加わっている、そういう広告でした。でこれが出まして、そうしたところが
サミットがありまして、それでしたら5月の末ですが、5月24日になりましたら、ワシントンの雑誌ヒルというのに、バイデン、プーチン、ゼレンスキーに戦争をやめて交渉してほしいと求める運動、ウクライナに平和を連合というものが小さな意見広告を出しました。中心になっているのはコードピンクという女性の平和運動団体です。これは2002年にできました団体で、ずっと平和運動をやってきました。主としてイラク戦争に反対する運動から始まったグループですが、でこのグループが意見を出しまして、そしてこれに支持をもらうということで、ノーム・チョムスキー、ダニエル・エルズバーク、ジェフリー・サックス、それからピンク・フロイドのベーシストであるロジャー・ウォーターズ、ここね安保理で停戦を訴えたミュージシャンですが、黒人牧師のジェシー・ジャクソンなどが署名しています。で そうして、言いますが、ちょっと申し上げておくと、エルズバークは今月16日92歳で膵臓がんで亡くなりました。従いまして彼はこの声明が出るときにはすでに死のところにあったわけですが、したがって彼がこの声明に加わったというのは、平和運動家としての彼の最後の行動であったということであります。で、人殺しと全面破壊をやめるときだ、即時今こそ停戦と平和交渉、こういうふうに言っております。そしてすで、にフランシス法王、それからグテーレス事務総長、ブラジルのルラ大統領も訴えている、エルドガン、トルコの大統領も訴えている、習近平も呼びかけている、この停戦と合意による終結、戦争終結を実現する時であるということを言っている。でこれを出しまして、署名を集めて、チェンジオルグですが、を通じて署名を集めて、そして募金を集めて大新聞に意見広告を載せたいと、こういう運動ですが、6月10日現在で署名は3800集まったというから、アメリカの運動もほとんど我々と運動と違いがないような状況になっている中で頑張っている運動だということが分かります。でアメリカでもついにこういう運動が起こったということですね。それでもう一つの動きは、グローバルサウスの諸国が停戦仲介に動き始めているということですが、中国がやっておる行動についてはすでにあまりに有名ですから、これをもう詳しく述べる必要がないと思います。中国の10項目提案、12項目提案の中には、領土の保全ですね、ロシア軍の撤退ということが入っていないとからいかんというような議論がありますけども、停戦を仲介する案としては当然のことだと私は思いますが、引き続きまして、6月3日第20回のアジア安全サミット、いわゆるシャングリラ対話といわれるものですが、イギリスの ISS が主催している組織会合ですけど、ここにインドネシアのプラボスピアント国防相が出まして、そして即時和平交渉を開始するようにウクライナとロシアに求めました。で第1は現場での停戦、第2は現時点から15キロ後退して新非武装地帯を作るということ、それから第3は国連のモニター監視部隊を派遣してこの非武装地帯に配備するということ、で第4が国連が紛争地域、それぞれの地域の大多数の住民の願望を確認するために住民投票を国連が実施せよと、こういうことを言っています。そして、インドネシアは現在のこの時点において国連が主催する平和維持活動の枠内で軍事的な監視団と軍部隊を派遣する用意があると国防省が発言したわけです。先生、そろそろあと9分で2時半になってしまいますので、はい、私もうだいぶ過ぎました。はい、ありがとうございます。いや、まだもう一つあと、じゃあ、はい、1分ぐらい、それで、はい、
もう一つはアフリカの首脳の行動です。これも新聞に報告されました。アフリカのアフリカ連合議長、議長国の議長である、アフリカ連合の議長である、コモロの大統領、アザリ・アスマニという人と南アフリカの共和国の大統領が、ウクライナを訪問し、そして、ロシアを訪問して、提案を出しました。10項目の提案というものをが出したわけでございます。で、注目しなきゃならないことは、このアフリカの連合の議長、コモロのアザリ・アスマニ大統領というのは、G7 の広島サミットに参加した、その人であると。サミットから帰って、そして、停戦を訴えるために、ウクライナとロシアを訪問しているということに、考えなきゃなりません。このことはとても重要なことに私は思います。で、この10項目、この出しました10項目の提案というものは、時事伝に取ったで赤旗に載っておるのを私は見ました。戦争を終わらせるときと赤旗に見出しがついておりました。最後にもう一つですが、アメリカがブリンケン国務長官が中国を訪問しました。で、何のために中国を訪問したのか、まあ、いろいろ考え方があるでしょう。しかし、6月19日訪問を終えたブリンケンが記者会見で、ロシアのウクライナ侵略をめぐり、中国が他の国々と建設的な役割を果たすことを歓迎するということをブリンケンは述べました、記者会見で。つまりブリンケンは中国に対して、この戦争の停戦のための仲裁を積極的にやってほしいと、他の国と協力してやってほしいということを言いに行ったのではないかというふうに私は見えています。というのはアメリカの中に、そういう考え方が明らかにある、そういうことではないかと思われます。以上でございます。はい、ありがとうございました。せかして申し訳ありません。今2時24分です。すいません、先に言えばよかったんですが、田原総一郎さんと品武さんが2時半で出なければいけません。残り6分をお二人で分けて話していただけますでしょうか。すいません、田原さんからでよろしいですか。今の和田さんの主張は全く賛成で、全世界のね、人間が一刻も早く停戦を求めてるはずなんですね。それがなぜ実現しないのか。今まで僕が知っている限りで、戦争の途中で停戦が成立したのは朝鮮戦争ですね。朝鮮戦争は成立したのになぜ停戦し成立しないのか、大問題だと思います。なんとかこれを実現するように本当に図らなきゃいけないと思ってます。一番問題はやっぱり、プーチンがともかくウクライナは攻められたわけですから、戦わないってことは降伏するわけですからいけない。で、これやっぱり停戦する一番の力を持っているのはアメリカだと思ってます。アメリカ何やってんだと、もうほとんど怒りを感じてます。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ私からもいいですか。はい、衆議院議員の品です。田原さんの朝まで生テレビに羽場さんと一緒に出演させていただきまして、ウクライナ停戦のことを私からも申し上げました。やはりその軍事の専門家から言わせると、この段階で停戦はありえないと、もっとロシアを押し込んでから停戦にしないといけないということを言われるんですが、じゃあ果たして今このまま戦争を続けていって、そんな停戦が可能となるような状況が生まれるんだろうかということをずっと話を聞いてて思っておりました。まずはその今ウクライナの向こうの人々が命を奪われている状況を一刻も早く止めなくてはいけないということは、
私はその時その視聴者の皆さんの反応を見てても圧倒的にそういう方の方が多かったと思います。で、停戦をした上でですね、ただこのロシアの侵略の状況をそのまま放置しておくわけにはいかない、やはりそこに対してやはりグローバルサウスといわれる、まあ、中国であったりインドであったりそういった国々の力も得ながらですね、その2月24日の前の段階と先ほどお話がありましたけれども、これクリミア半島の問題もこれもあるかと思いますが、まずは一歩ずつですね今ある問題を解決していくということなんだと思います。最初からこうベストを目指してですね、完全にロシアが撤退しなければ停戦はありえないということだといつまでも戦争も続くと思いますし、さっき の G7 サミットではゼレンスキーさんが急遽来日したわけですけれども、やはりあのサミットはむしろ戦争を長引かせる方向に進んでしまったのではないかという危惧も覚えております。まあ、私はやはり停戦ということを最優先に考えるべきだということを考えておりますので、ぜひまた皆様からご指導等をいただければと思います。以上です。ありがとうございます。いつもと違う進行ですけれども、ちょっとお時間が残ってますのでマイクを田原総一郎さんに戻して、もう一言じゃあ先生答えてもう大丈夫、あ、すいません、マイクのスイッチを。バイデンが日本に来るというのが分かったんで、岸田さんにバイデンが日本に来たら直ちに単独でモスクワへ飛んでプーチンと一対一で会談して停戦に持ち込めと、こういうふうに岸田に言わせようと思った。そしたらバイデンが来る2日前に、僕の割に信頼している、日本 の外務省のトップが、ちょうどアメリカが帰ってきて、で会いたい、で彼が2ヶ月前ならば停戦を考えた。今ここへ来てアメリカの国防総省はできる限りロシアを弱体化したいと思い始めた。全く停戦考えてない。だからそのことを岸田に言っても無駄だと言われて言わなかったですね。非常に残念。でその後またアメリカはバイデンはやっぱりできれば停戦したいというふうに感じを持ってきたと思ってる。今、はい。ありがとうございました。はい、時間になってしまいましたので田原総一郎さんと品武さんありがとうございました。ありがとうございました。とにかく岸田さんにはとにかくこの停戦をさせる、何よりも元大きいのは中国が台湾に武力交渉しない、させないのは日本の役割だと、何よりもバイデンがこれを一番期待してるんだと言ってます。どうもすいません、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。この回は2つのパートで構成してます。今のがとか、これからがというか今までが第1パート、 G7 サミットが終わりウクライナ徹底抗戦が始まるというのが第1パート。第2パート、停戦の過程を実務的に考えるです。第1部と第2部の間で休憩を短く取ります。で、引き続きお話を、進めていきますが、金平さんが3時半までですね。ですね。今の話で言うと僕は今話した方がいいと思いますね。第2部のその停戦への道筋っていうのはここにいらっしゃるむしろ実務的なことに関わっていらっしゃる方、はい、僕はメディアの人間なんで、はい、ね、はい、じゃあどうぞ金平慎吾さんお願いします。いや、私は本来ならばあっちの方にいる人間ですから、で、こういうところに出てくるのは例外的なこととして出てくるんですが、この大体呼びかけに加わるかどうかも、まあ、正直申しますけども非常に悩みましたよ、どうするかっていうのはね。でただ今起きているウクライナのことについては
どうしても私がこれまで取材してきたことの中にこう含まれている非常に大きな問題で、ちょっとだけ申し上げますと、私はモスクワに特派員として91年から94年までいたもんですから、でその時にソ連の消滅っていうのを見てたんですね。で東郷さんなんかはその時にその後もねずっといらしたし、あの時は日本はもうとにかくソ連が消滅した時にエリティンという人間と領土返還交渉ばっかりやってましたよね。北方領土ばっかり、それで日本に何度も招待したりしてたっていうのを、で私はその時に、とても複雑な思いで見てて、まあ一つの国がこう解体した時に日本が何をやるのかって言ったら、まあ、経済支援みたいなことももちろん言ってましたですけど、その当時は G7 じゃなくて G8 って言ってましたよロシア、それから滅びた、ソ連の発展のまあ継承国として、ロシアをこう招待して世界でロシアをいかに助けるかみたいな話が主要議題だったですよね、サミットの。そういう時代からずっと見てるものですから、で私ソ連時代に初めてウクライナに行ったんで、ソ連のモスクワからウクライナに行って、ウクライナのコルホーズに行ったんですよね。その時に非常に地元の人から歓待されて、アジア人が来たの初めてだって言われましたね。でそのちっちゃなコルホーズの思い出みたいなのがあって、そこでいた人が、まあ、コルホーズがあって本当に良かったみたいな話を聞いてたもんですからね。でまさかその兄弟みたいな国が殺し合いをやるなんていうのは、まあ2014年ももちろん取材してましたから、あの内戦、いわゆる内戦みたいなもので、そこで、ウクライナの東部にいる人たちが実際に殺し合ってるのを見てましたから、殺し合ってましたよ。で僕らはそこで帰る飛行機が飛行場爆破されて帰れなくなったですね。それで検問をこうくぐり抜けた時の思い出とか今でも覚えてますけども、検問所が一つ一つ支配地域によって違うんですよ。で僕ら両方からID を取ってましたから、でそれ間違って見せるとそこで拘束されちゃうから、そこだけは絶対に間違わないで ID を見せろみたいな、ここは違う区域だからみたいなね、まあアフガニスタンみたいな当時のあれと同じような経験をしたっていうことがあって、で去年の2月24日ですね、僕はプーチンっていう人間が軍を送ると思いましたよ。あの時にそのサインしたでしょ、承認したですよね、2国の独立みたいなことを、ね、承認し、あれが2月22日でしたよね。あ、これやるなと思いましたよ。大義ができたから、その2国、あそこの東部地域にいるロシア系住民の安全を守るためみたいな、まあ要するにこれは必ずよその国に進出するときに、自国民の保護とか、あるいはそこで困っているロシア系の人間を助けるためみたいな、まあ満州事変とか上海事変でやったような同じような大義みたいなものができたんで、必ず軍を進めると思いましたよ。で私は2月24日の日はトルコにいたんですよ。でキエフ便を待ってたんですよ。イスタンブール空港で、トルコ航空の直行便っていうのが朝7時に出て、向こうに8時ぐらいに着くやつがあったんですけど、それを待ってたらいきなりキャンセルなんで、そこで侵攻が始まったっていうんで、私はそこに行くのを断念してルーマニアに行って、ルーマニアから陸路で翌日ウクライナに入ったんですけどね、まあ、やるのは間違いないと思ってましたよ。そのプーチンという人の性格を見て、それからロシアという国に住んで自分なりに咀嚼したロシアという国の持っている歴史っていうんですかね、19世紀以来の帝政ロシア以来の拡大主義みたいなものっていうのがね、あるっていうので、これは絶対にやるだろうと思いましたよ。であの時の言葉遣いが、ファシストっていう言い方をしたりね、ネオナチみたいなナチっていう言い方を、まあこれ大祖国戦争って彼らが使ってる独ソ戦の延長としてこの戦争を位置づけてるみたいな、まあそういうものも、まあアンダースタンダブルだったわけですよ。まあやるだろうなと、こういうことで翌日に侵攻の翌日に入ったら、僕がチェルノフシティっていう、まあキエフから逃げてきた人たちの避難場所みたいになってた南西部のとこだったんですけどね、そこをベースにして取材してたんですけども、とても嫌な
ものを見たっていうか、まあ、兄弟殺しみたいな、まあ、ドストエフスキー的な状況ですよね。でそれをこうずっと見てて、僕はとにかくこういうことは一刻も早く、僕は戦争の本質は殺し合いだと思ってるんで、現場をいろんなところを見てきて、いろんなことを言いますけども、そこで戦ってる人間とか民衆が戦争によって傷ついたり、インフラがな壊されてひどい目に遭うというのはですね、やっぱり人間の知恵として停戦とか休戦というような形にして、何らかの政治的な外交的な手段によって、武力ではなくて外交的な手段によって解決されるのが人間の理性だというふうに思ってたんですよ。ところがそう全然ならない方向に、ならない方向に事態が進んでいて、むしろ逆の方向に進んでるみたいになってるでしょ。つまりあんな非道な戦争を許すわけにはいかないという形で、あの非道を止めるためには正義の戦争も辞さないみたいな、まあ、そういう動きっていうのが今圧倒的になってるわけですよ。僕の周りもそうですよ。だってここで最初に記者会見やった時も、記者の質問の中からそういう質問が出てたじゃないですか。何を言ってんだあんたたちはみたいな、あんな非道を許すような立場にいるのかみたいな質問がどんどん出てたじゃないですか。そんなこと言ってんじゃなくて、その今目の前で起きてるこういうその現象を、まあ、殺し合いをいかにして速やかに止めて、休戦なり終戦というような、つまり本当にこう緊急避難の策を取らないと、これ泥沼化していくとどん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 死者が増えていくっていう状況になるっていうの、これ歴史が証明していることじゃないですか。でね、僕は今日ここに来ようと思った理由は、さっきあった和田さんが言ってたやつですけど、エルズバーグですよ。エルズバーグが6月16日に亡くなったんですけどね、僕実は3月31日に取材申し込んでてね、で、ズームならできるっていう感触があったんですよ。なぜかというと直前に CNN がやったんですよ。で僕それ見てて本当に大事なこと言ってるなって、彼は、直前までですね言ってたことは、実は最後のメッセージっていうのはウクライナのこと言ってたんですよ。ウクライナで起きてることはベトナム戦争との間で非常に、シミラリティがあるっていう、同質性があって、これは本当に止めなきゃダメだみたいなことで、彼がやったことっていうのはとても有名なことですけど、1971年のペンタゴンペーパーズ事件っていうのがあってですね、あれは彼はだって国防総省の分析官だったんですよ。つまり、戦争の策定者だった人間がこのままこれを放置していると、国民に嘘をつきながら戦争をますます泥沼化で誰も止めることがないみたいな時に、彼はあれをコピーしてですね、持ち出してニューヨークタイムズのニール・シーハンのところに、もたらしたって。でそれがいろんな意味を、それだけではないですけども、結局ベトナム戦争を止めるという大きな力になっていて、これ現代史の中で、まあ、僕らのジャーナリズムの歴史とかメディアの歴史の中でいうとものすごく大きな出来事ですよ。でそれが、そのことをやった人間が死の直前に、今ウクライナを同じように止めなきゃいけないということを最後のメッセージとして残して死んでったという意味はものすごく大きいと思ってて、僕は後悔しているのは3月31日に、オファーをしたんですけど、1ヶ月早かったらできたと思いますよ。でもっと違うことが、おそらく日本に、エルズバーグのウクライナはやっぱり今停戦をしなきゃいけないんだということを日本の視聴者に伝えられることができたんじゃないかというふうに思って、そのことをものすごく後悔しています。だから今日ここに来てそのことを訴えたいというふうに思って、最後のパトリシア夫人という人から、まあ、要は、膵臓がんの末期であって、あともう余命はもう、言われてたの2ヶ月って言われてたのかな、その時で。でもこれはもう外の人たちとはもうズームも含めても会うことができないみたいな形にまで追い込まれてたっていうね、そのことを僕は聞いたんで、これは大変な事態だなっていうふうに思いましたですよ。で、そのことを考えながらずっと亡くなった時にものすごく何をやってたんだっていう、まあ、反省、悔いというのがずっと残ってるっていうことがあったんで、まあ、このことだけでも伝えたいと思って今日来たっていうのが一つと、もう一つは G7 サミットですよ。あれは、まあ、日本のメディア、まあ、大手のメディアも含めて
ほとんどのメディアがやったやった大成功だっていうような、まあゼレンスキーさんまで来てくださったみたいな、僕も地元に行って見てましたですけど、この壮大なメディアショーですよ。もうフォトオポチュニティのためのショーですよ。だってあそこで宣言されてた、例えば広島ビジョンなんていう、核軍縮のための広島ビジョンっていう、僕はあの広島っていう場が G7 サミットの場になったっていう時に、ものすごい危惧を抱いてましたよ。なぜかっていうと、広島っていう場所が持っている特別な位置っていうのがあって、まあある意味で言うとですよ、広島は日本人にとっては聖地だったわけで、核軍縮っていう、核廃絶っていうことを、核軍縮じゃない、核廃絶っていうことをずっと被爆者の声を中心にずっと言い続けてきた、まあいわば聖地だったわけで、そこでの、そこから発せられる G7 サミットっていうところで決まったメッセージっていうのが、よもや核兵器の存在を是認するような方向に行ってはならないという、それから今起きている現下の戦争をより長引かせたり、より激化させたりするような方向のメッセージになってはならないというふうに僕は思ってましたんですよ。なぜかというと、自分の記者人生の中で広島というのは特別な位置を持ってたから、長崎と広島と沖縄というのは前の戦争ということを考えるときに非常に大きな意味を持つ場所だから、よもやそこから発せられるメッセージっていうのは核兵器の有効性について是認するようなメッセージでは絶対あってはならないと思ってまして、それで僕はあの手弁当でね、あの G7 サミットの2日前に平岡さんとか、そこの被爆者の方、被団協の誰だあの人、森滝雅子さんですね、森滝さんの次女の方ですけども、その方とかを招いて、それから裸足の弦っていう講談をずっとやっておられた神田さんとかと一緒に手弁当でやりましたですね。ものすごい関心高かったですよ、広島の人たちは。その時に僕は思ったのは、これは核兵器の抑止力としての核みたいなものをよもや認めるような文言になってはならないというふうに思ってたんですが、G7 サミットのシェルパの段階でですよ、合意されてた文書っていう広島ビジョンっていうのを読むとですね、そのことについてはもう見事に裏切られたというか、つまり、文言はこれ正確には、読み上げませんけれども、核兵器抑止力としての核兵器を是認する文言が謳われてましたですよ。でこのことについてきちんと論評したメディアっていうのは当時あったかどうかっていうと、地元の中国新聞は怒ってましたね。ふざけんなっつって、我々は核廃絶っていうのを訴えてたじゃないかと、それが抑止力としての核については有効性を是認するみたいな文言っていうのが、まあ、見事に謳われてたっていうのを見てですね、もうひどいなと思いましたよ。平岡さん言ってたのは、広島を貸し座敷にして使ったなっていう、貸し座敷として広島使われたって、私たちが今まで訴えてたものは何だったんだっていう、あのアメリカだって核兵器を落としたことについてのいろんな議論はもちろんありますよ。あのオバマという人が2016年に来た時にどんな思いで彼が来たかっていうのは、もちろん彼が就任した時のプラハ演説から核なき世界っていうのを彼は大統領として初めて世界に対して訴えたわけですから、その流れでいうと今度の G7 サミットのはひどいですよ。本当に核兵器 の核抑止力っていうのを是認するような方向のメッセージを出したっていう、これひどいことだというふうに僕は思いますですけどね。でもう一つ、核兵器禁止条約っていうことについて、日本はまあ批准してないですけれども、そのことについて、一言も触れていない、あの G7 サミットを通じてそのことについては一言も誰も触れなかったっていう、まあ、あのカナダから来た、はい、いやいや違いますよ、あの節子さんですよ、あのサロ、なんだサロ節子さんですね、あの人はあの記者会見僕見てましたけど、泣くような感じでめちゃくちゃ怒ってましたよ。でこれはだって何のために私ここに来たんだみたいな形でね、
で G7 サミットってそういうもんだったっていう。で実はこれはもうその後に、いくつかのところが調べて出しましたけど、ゼレンスキー大統領が日本に来るのはもう4月の下旬に決まってました。でこれは外交筋で、外交ルートを通じて、中ウクライナの日本大使とそれから日本にいるコルスンスキーという大使の方からですね、外務省に来たいと。で断れないですよ、日本政府は。断れないというよりもむしろウェルカムだった、サプライズというような形で、19日の、午後になって日本政府は、サプライズでオンラインではなくて来るというふうに言ってましたですけど、あれは実はものすごく周到な準備をして4月下旬に来るということがもう決まってた。でそういうことを考えるとね、これ壮大なメディアショーですよ。どういうシナリオのメディアショーかというと、つまり、被爆者の核廃絶という思いを無化するそういうその訴えが、まあ後半じゃない2日目に来たゼレンスキーっていう人の主役によってこう全部こうある種、持っていかれたというか、主役がゼレンスキーさんに移ったショーになってしまったというね。僕ねこのことが僕が見ていて本当にこれね、ある意味で歴史に残ってしまったG7 になってしまったというふうに僕は思いますね。ごめんなさい、長くなってしまったんで、この思いだけちょっと伝えたいと思ったので。ありがとうございました、金平さん。ありがとうございます。石破さん、その後受けてって言ったらなんですけど。ごめんなさい、本当は最後までいなきゃいかんのですが、ちょっと所要があって失礼します。今日集まりの方々の お書きになったものっていうのは大体読んでるつもりです。直近では東郷大使とパノフさんの対談っていうのも司祭に拝読はいたしました。なるほど、ロシアってそういうふうに考えてるのねと。で今の金平さんのお話の壮大なメディアショーってのはまさしくそうだと、本質はそうだというふうに思ってます。だけどウクライナが核を放棄しなかったらこれは起こらなかったってのは、これは私は検証のしようがないんだけれども、ウクライナがブダペストメモランダムというあれは覚書だから法的効力ないんだってのほど言ったら、もう覚書全部そんな飛んじゃうんで、それはないだろうと思うんですね。ただあれを司祭に読むと、ロシア、アメリカ、イギリス、あとからフランス、中国、ウクライナ助けてあげるなんて一言も書いてない。安全保障理事会に行動を取るよう要請するって、それはロシアがやってるわけだから安全保障理事会に要請したってどうにもなるわけないんだけど、信じたあなたが悪いのか騙した私が悪いのか何なのかみたいな世界で、それはウクライナが核を放棄していなければあれは起こらなかったと。でこれはご批判覚悟の上で申し上げますが、核なき世界と核戦争なき世界っていうのは違うんだろうねと私は思っていてですね。で核戦争なき世界のために核があるということはどうなんだというお話を、そんなバカなという人と、そうあるべきだという人と、果ては日本も核を持つべきだっていう、それが全く交わらないままに議論が進んでいるっていうか進んでないっていうか、この状態は実にまずいだろうと私は思っているのです。であと2014年にクリミアに侵攻して、あの時に NATO は何をしましたかと。であの時にウクライナ腐敗の局にあってですね、ウクライナ軍なんて点でダメでですね、でそれはもうまんまとプーチンの思う通りになって味を占めて、今度も同じことやろうと思ったらそうならなかったというお話なので、これをどのように考えるべきなんだろうかということであります。でメディアショーなのは、私らみたいに37年も国会議員やってますとね、湾岸戦争の時にそれアメリカあんなもん付き合うべきじゃないよって世論だったと思いますですよ。
でそこへナイラという美少女だかなんだかが現れてですね、私はクウェートから逃げてきましたと。イラク兵が乱入して保育器の中にいる赤ちゃんを片っ端から床に叩きつけましたと。とっても怖かったですっていう、こうあれは議会でやったのか NGO でやったのかよく分かんないんですけど、そういうようなことを言って、時のブッシュ大統領も動かされたという話になっていてですね、アメリカというのは一夜にしてひっくり返るわけですね。だけどそのナイラなるものは一度もクウェートに住んだことはありませんでしたと。クウェートのアメリカに駐在している大使の娘でありましたということで、その検証は全然なされてない。これは一体何なんだということがあってですね、私は戦争ってのは本当にこういろんな角度から見なきゃいかんのだろうと思ってます。でクリントン政権の時にジョージ・ケナンがんなことやるとだねと、ロシアの民主派を窮地に追い込むことになるし、ロシアのコンサバティブな人たちを勇気づけることになるんで、それやっちゃいかんというふうに言ったんだけども、ニューヨークタイムズもそういうふうに書いたはずですが、結局そうはならなかったですよね。だからこう真っ当な議論が通らない世の中ってのは本当怖いなというふうにつくづく思っております。でじゃあどうすりゃいいんだってのがわからないんで、私は本当困ってるんですけれども、またこの会議のレポートをちゃんと拝見して、じゃあどうすりゃいいのと、我々自民党としてどういう議論をしたらいいのっていうのはやはりこう言わなきゃいかんのだと思いますね。私は別に反岸田でも何でもないんだけれども、これ与党の中で議論がないっていうのはこれかなり危ない状況だというふうに思っております。とにかく向こうの民が死ぬのはいかんことだと、早く終わらせなきゃいかんと、それに反対する人は誰もいないんですけど、じゃあそのために何をするのと、日本は何ができるのってことを言わないと、それは評論家の域を出ないので、スエズ動乱っていうのはイギリス、フランスというそれこそ常任理事国がやらかしたもので、あれはそれなりに国連は機能したんですよね。でハンガリー動乱っていうのはやっぱり中国の果たした役割はものすごく大きかったですよね。ですからその冒険の千々和先生が書いている戦争の終わらせ方って本を今私読んでるんですけど、どうやったらば終わらせることができるかってことを言わないといかんので、それを言うのが私らの責任なんで、そのとにかくアメリカ頑張れと、 G7 頑張れと、日本も遅れないようについていくぞってなことばっかり言ってても、これはあんまり日本が何かやったことにはならないってことまでは分かっておるつもりです。でもう一つは、今日のウクライナは明日の台湾みたいな不思議な議論をする人がいますが、そういうことになると私は思ってません。かえってそのお話はよろしくないんだと思っております。陸続きのウクライナであんなにこうロシアが苦労しててですね、じゃあ海を挟んだ台湾、そしてまたその上陸可能な地点が海岸線の1割しかない、そこに本当にそんなことできるのかっていうと、軍事的には極めて難しいと言わざるを得ないと思っております。でなんかそういう妙に勇ましい議論が流行ってるっていうのは、これは我々与党の責任なので、ここはきちんと言っていかなきゃいかんと思っておるところであります。私は今から21年前に小泉内閣で防衛庁長官になってですね、その時極右の軍事オタクの石破がつって朝日新聞にむちゃくちゃ叩かれたんですよ。で今はなんだか極左の軍事オタクになっておってですね、言ってること何も変わらないんですけど、座標軸が動くつのはこういうことなのかねというふうに思っております。リアル思想の皆様方のお集まりなので、本当にリアルに何をすることが日本の役割であり、有権者はちゃんと語れば分かるんです。ただその昭和16年12月8日にもし世論調査というのがあったとせば、多分 98% が日米開戦を支持したはずです。それはものすごいおっかないことであって、ウクライナ頑張ればいいんですけど、それだけで本当にウクライナやれると思ってません。本当に NATO がやろうと思えば、別に NATO に入ってないからウクライナ助けないもんねなんてのは、それ別に同盟の存在は前提条件ではありませんのでね、同盟がなくたって集団的自衛権行使できるはず
なんです。それをやらないのはなぜなのかっていうと、アメリカンボーイズが死ぬと政権が持たないからだと思っています。それだけのお話であります。でそこはよく気をつけていかなきゃいけないん で、あの G7 の中で NATO じゃない日本は何ができるかという話と、ブダペストメモランダムってのは一体何なんだったんだというお話、そしてニュークリアシェアリングは議論もしませんっていうのは、私はそれ賛成であれ反対であれちゃんと議論すべきものだというふうに思っております。何を言ってるかさっぱり分からなくて申し訳ないのですが、そういう状況の議員が多いんで、のとにかくゼレンスキー頑張れ負けるなと言うんだったらこんな簡単なことはないんですけど、それはあまりにも議論としては正しくないと思っておるところであります。何を言ってるか分かんないままいなくなりますが、どうぞご容赦ください。ありがとうございました。石田さん、ありがとうございました。3時から本会議、衆議院は終わりました。衆議院は、はい、はい、ありがとうございました。水野元子さんと川田隆平さん来てましたけど、本会議でお帰りになってます、はい、では話を続けさせていただきます。もしマイクを戻した方がよければ、金平さん大丈夫、はい、じゃあ西谷さん、菅さん、菅さん、あ、失礼しました、あ、どうしちゃった、菅三順さん、はい、あ、すいません、私はあの、まあ、皆さんのこれのシンポジウムを、まあ、あの時々、YouTube なんかで見ながら、そして今回はあの意見広告に一応名前を出しましたので、まあ、何回かあの和田先生に誘われて、まあ一応名前を出した以上何か喋らなきゃいけないのかなと思いながら、まあ、今日ここにいます。それでまあ今、田原さんや金平さん、それからまあ石破さんが飛び入りで、ちょっと石破さんが来るとは僕は思ってなかったんですが、さすがにあの決してあの方は軍事オタクではないということが今日分かりましたけども、まああのそれで私はまあ何を話したらいいのかということなんですが、やはりあの後で朝鮮戦争のまああと4日後に友誼を6月25日が迎えるので、まあ休戦協定から70年になるわけですね。でまあ先ほどあの和田先生の方からインドネシアのまあ、国防大臣が、まあ、非武装地帯の設定というようなことが、まあ、言われたわけですけど、これは多分やっぱり彼の中に朝鮮戦争のことがもしかしてあったのかなと思います。で結局今本当にあのこの戦争を、まあ、現場で見る方、あるいはそれに近い状態の方、あるいは図面上で作戦をあの、まあ、練っている、軍人たちや戦略家、あるいは政治家、いろいろなこの立場で見る目が、まあ、違うと思うんですが、私はあの非常にちょっと最近ものすごく疑問に思ったのは、あの私の熊本県立劇場に、まあ、ゲリキエフを一応招こうとしてたんですね。でこのバレリー・ゲリゲーフというと非常にまあ有名な指揮者なんですが、それが日本に来れなくる突然ですね。で彼がまあプーチン氏と非常に実婚でということで、まあ、ドイツでは彼は特にそのミュンヘンのまあマスターでしたから、ドイツの方でそのプーチンとの関係はどうなんだというこうまあ言ってみれば踏み絵を課されたわけですね。でこれは正直言って驚きました。あのイラク戦争を我々はもう一応反対したと思うんですが、あの時にマクドナルドをまあ襲うとかマクドナルドを食べないとかっていうことはなかったと思うんですね。なんでこんな風になってるんだろうと。それから地方都市の大学で、
ロシア文学をやるためにロシア語学科に入るとキーな目で見られるということを学生から聞いたとき、さすがに驚きました。で、最近はチャイコフスキーコンクールですらも国際音楽のそれから締め出しているわけで、あるいはまあ熊本ではそうでもなかったんですが、まあ、他のところで見るとそのクラシックバレエでそれすらもできないという状況があるというのはちょっとこれは驚きましたね。これは何なんだろうという、確かにそのプーチン氏がやってることが非常にまあミロシェヴィッチ的で、これは後でまあ少し話をしますけれども、非常に残虐だということで、まあ国際刑事裁判所からまあ事実上まあ彼に対するある種の逮捕状というか、まあ出てるわけですけれども、またブチャでのいろんなものを見るとあまりにもひどいじゃないかと、これは当然我々は考えるわけですけれども、でもじゃあイラク戦争でどのくらい人が死んだんだろうかとか、アフガニスタンは中村哲さんがまあ不幸にも亡くなられましたけれども、まあ中村さんが国会でまあ委員会で呼ばれた時、まあ正直言って国会議員から鼻であしらわれて、まあ非常にこうひどい扱いを受けた。しかし彼は一貫してやはりこのアフガン戦争に反対でしたし、でなぜ今その反戦平和というのが出てこないんだろうかという、これが出てこないという、そしてそれがある種のこうレッドパージーのようなこのマッカーシーズムの再来かと思うぐらいにこう世界に広がっているということがですね、地方のこの音楽の世界ですらも、ですから私たちのところでは、まあ、音楽祭の時にクラシックバレエを予定していたんですが、まあ、それもダメになっちゃったわけですね。これはやっぱありえないというようなことがですね、まあ、非常に一つの、つまりこれはもうその善悪二元論の世界になっていて、で確かにそうなわけですけど、じゃあウクライナがひどい状態にあると同時に、やっぱりイラク戦争でどのくらい民間人は死んだんだろうか、アフガニスタンでどのくらい死んだんだろうか、それがヨーロッパに近いがゆえにこれだけ特別扱いを受けるんだろうかと、我々はやっぱりそのヒューマニズムというならば、やっぱり同じようにそれに対する反応があってもしかるべきだと思うんですが、やっぱ今回はそうではないというところにですね、非常に私自身はまあ違和感を感じるわけですね。で、まあ、そういう違和感というのはどこから来てるんだろうと考えたんですが、まあ、これはちょっとこう少し引いてみますと、今年が実はモンロー宣言200周年なんですね。アメリカのモンローが国家まあいわゆるアメリカ合衆国が発表するステートマンという中にモンロー宣言を出したと。でモンロー宣言は一言で言えばそのアメリカおよび、南北アメリカに介入するものに関しては断固としてそれを許さないと。しかしそれ以外のところに我々は一切干渉しないということだと思うんですね。で、まあ、戦時期例のカール・シュミットという人が日本の大東亜共栄圏について日本モンロー宣言という、まあ、短い論文を書いてるんですが、要するにリベラリズムが世界的規模でモンロー主義とは全く真逆に、アメリカは世界にどの地域にでも干渉できるようになったんだと。このグローバルインターベンショニズムという言葉を使っていたと思います。で私自身が今回非常にこの問題で自分がこの年になって変わっていったなと思うのは、まあ、正直申し上げるとリベラリズムと言われるものに対するすごいこう違和感が出てきたんですね。このリベラルというこの錦の宮田のもとに
いわゆる人道支援というものが実はこれはユーゴ紛争であったわけですね。でこの時はスーダン・ソンダクトが例のユルゲン・ハバーマスもこれを支持しました。まあ、日本でも著名な作家の方が支持したと思うんですが、実際はどうであったのか、 NATO が実際に空爆をしたのはこれ初めてですね。でこれはやっぱりユーゴ紛争っていうのはある種の共食いのような内戦状態だ、したがって非常に残酷な状態が朝鮮戦争も生まれるわけで、で今のこのロシアとイラクのこのような残酷なあり方は、私は半ばロシア人からすると、少なくともプーチンからするとこれは内戦と思われてるんじゃないかと、半ばですね。ですからアメリカ合衆国の南北戦争でも、日本の例えば熊本はこれは西南戦争が起きましたけど、内戦になると正規戦争と違ってめちゃくちゃなことをやっぱりやってしまう。で我々からするとそれは国境があって国民国家として分離したところにロシアが攻めていくとしたら、これは帝国の拡大主義じゃないかと、こういう論理が一般的には通じるわけですけど、やっぱりユーゴ内戦を見れば分かる通り、あれはユーゴスラビアの外側にエクスパンドするなんてことは考えてもないわけですね。むしろこれはやっぱ共食い戦というか、だから今のロシアもこれは帝国ネオインペリアルなという意味ではなくて、まさしくそのユーゴ内戦に近い状態で今ああいう状態に向かっていったんじゃないかと考えると、この残酷さが少しこう分かるようになったわけですね。だから我々はこれをその国境があって主権国家があってそこ同士で戦っているっていうふうに見ると、かなりこの味方に対するこうバイアスが出てきてしまうんじゃないか。むしろこれはユーゴ内戦がなぜ起きたのかということを考えていくとですね、やっぱりそこに行き着いて、やっぱりこれは第一次世界大戦まで遡らないと本当は見えてこない、そういう戦争なんじゃないかと。それであと時間がないので私は4つほど簡単に言います。1つ、それはロシアや中国はある種オリエンタルデスポティズムというか、こういう国はもうアジア的な専制主義だと、こんなカリカチャーというものがですね、この知識人やメディアや学者の中にもそこから解き起こす人がいるっていうのは、もうこれは非常にずさんなスキームだと思うんですね。でこれが地政学的な見方にこう転化していくと、一般の世界では要するにユーラシアの大陸国家はこれは遅れた残虐な東洋的な専制主義だと、こういうのでこう決めつけてしまうという、この問題をどういうふうにしっかりとアピールしていったらいいのか。それから2番目はやっぱりプーチンの2007年のミュンヘン演説を見ますと、これは言葉だけかもしれませんけど、ユニポラーな世界はもう終わったと、マリポラーな世界に向かっていかなきゃいけないということは言ってるわけです。それでなぜ NATO が冷戦が終わりワルシャワ条約機構が解体されても東側に向かっていくのか、それを問う権利は我々にはあると。これはやっぱり重たい、テーマだと思うんですね。というか3番目は今申し上げたように、これは我々は今ですね、理解することが許すことではないんだ。理解しなければナチスドイツを研究してですね、理解もしないでこうヒトラーがダメだからヒトラーがダメだというふうにそのマントラ的に言ってる限りは何らこれは問題の解決にはならないわけで、理解することは許すことではないと。しかしロシア側から見れば多分これは内戦もしくは疑似内戦的な戦争に見られてんじゃないかという視点がですね
全然ないということが僕はやっぱり非常に問題ではないかと。それから4番目なんですが、これは僕はリアリストだと思ってたんですが、カレル・ダンコースという人が最近、結局この戦争の原因はどこにあるか、ドイツ30年戦争が起きた場合にはウェストファリア体制があったと、ナポレオン戦争の時はウィーン体制がある、第一次世界大戦はベルサイユ体制がある、第二次世界大戦はヤルタ体制があるじゃん。で、冷戦が終わった、そういう体制があったかと、なかったと。たとえ G8 で、ロシアが待遇されたとしても、ロシアはもう格下のどうしようもない落ちこぼれだという、つまり冷戦が終わった後のそのような戦後体制についての当事者を交えたグローバルなセキュリティができなかったと。これがだから第一次世界大戦も結局ベルサイユ体制がナチスドイツを許したわけですよね。ですから私はやっぱり本当は全安保会議がその受け皿に本来はなったんじゃないかと思うんです。でもこれは全く機能しなかったと。で、そこで、最後はやっぱりこれは今シスファイアも停戦に持っていって、そこから、これは伊勢崎さんが常に言ってたと思うんですが、そこからその外交を通じて議論をしていけばいいわけですね。で、多分それはクリミアの問題はロシアには絶対譲れないとは思いますけども、とにかく外交で平和的に問題が解決できる方向を示せるはず で、日本はそれができるのにそれができてない、そして韓国もそのやっぱりお詐欺担ぎになってて、で一番恐れてるのはやっぱり軍事化が経済の中に今ベルトインされて、韓国はもう世界第8番か6番ぐらいの武器輸出国になってしまいました。日本もその方向に行くんじゃないかと。これをやっぱりやめさせるためにも私は早く停戦が必要なんではないかというふうに考えます。以上です。菅三十さん、ありがとうございました。はい、それでは西谷さん、お願いします。なんか私なんかが話すと、唐突な感じですので、大変話しにくいんですけど、10分話をしろって言われてきましたので、だから10分で話せるだけ、できたら5分でやりたいんですけど、もう一つで、だからここでセースファイアなって今停戦しなくちゃいけないっていう、それこれをこの前のやつは G7 に呼びかけたんですよね。だからこのことの意味をここでは言わなくちゃいけないわけです。で、私はちょっといい加減にっていうかごめんなさい、カナさんなんかちょっと名前置いといたから、じゃあなんか言わなくちゃいけないっていう、そういうつもりじゃなくて、それで私なんかもともと署名してもしょうがないんだろうけど、でも枯れ木も今の嫌いで、私もじゃあ私も署名しますって、で署名したからにはね、もうここで停戦だよって、それやるのは、やる責任があるのは、そしてやれるのは G7 だけなんだっていう、そのことで、でそのことを今日言わなくちゃいけないと思ってきたんですよね。で、とにかく停戦が必要だっていうのは、これはもう根本的にはね、今第二次大戦以後で核兵器ができて以後、それから冷戦が終わって、あらゆる戦争がね、民族戦争になって以後、そうですよ、ユーゴのことでも何でもそうですよ。で、民族戦争になって、そしてその時に同時に何が起こったかというと、戦争の主体が軍隊じゃなくなったんです。国家の軍隊じゃなくなったんです。民兵になったんです。で、だからその後はもうゲリラ戦とか、それでイデオロギー的なゲリラ戦じゃなくて、あいつは何人だって、あいつは何人だって、だからそいつの子孫を増やすなとか、
そういうね、あくまで動物的な民族紛争になったんで、戦争になったんですよ。で、その後で今度はアメリカがテロとの戦争っていうのを始めたんです。で、テロとの戦争って何かっていうと、テロリストって何かっていうと、もうみんなこれをね、ずっともう政治学者だろうが政治家だろうが何だろうが、バッとそのままそう、テロリスト、テロは許せないって。で、だから日本なんか公衆便所のトイレにまで、今でもですよ、こうなんか睨んで、テロは許さないとかいう、それ G7 の時もそうですけど、張りまくってるわけですよね。テロリストって何かっていうと、これは権力が殺しても罰されないっていう、そういう人間のカテゴリーなんですよ。で、それはね、第二次大戦以後、世界人権宣言、基本的人権っていうのが認められて以後ね、あらゆる人殺しちゃいけないんですよ。っていうのが国際規範になった。で、強制力があったってなくたっていけないんですよ。で、そういうふうになって人権っていうのができたんだけど、だから国家にとってはこれ非常に都合が悪かった。なぜかっていうとね、拷問もしちゃいけないとか、あるいは余分なやつ処分できない。それから処分したりなんかすると国家 が問われる。で、言うんで、それで戦争もできなくなるわけですよ。だからテロリストっていう概念作った。そうしたら、あれはテロリストって言ったら思うように戦争できるんです。で、そのテロリストってどういうことになってるかというと、そう、これは殺しても罰されない。むしろ殺さなくちゃいけないんだって。地上から抹殺しなきゃいけないんだって、そういう概念です。概念というか用語です。で、その用語を政治用語にして国際規範にも使うようになった。だからこれがもう21世紀に入っての政治言語のね、政治ってポリティクスっていうのはみんな議論でやるわけです。言葉でやるわけです。その言葉でやるものの根幹を崩した概念なんですよ。だからこのことをね、誰も知らずにというか、もう多くのっていうか、もう一般的なその政治学者とか何とか言われる人たちも平気でこの言葉を使って、ああテロだから、テロはいけないよねとか言う。だけど、そう、それでテロリストって実際いないんです。いないのを、ただそれだと戦争ができるんです。ただ戦争ができるだけではない、国家とかなんか関係なく、普通戦争はだから国家と国家の戦争だって言うけど、そんな国際法なんて関係ないんだって。国際法なんて関係なくて、テロリストがいたらそこを潰していいんだっていう、そういうことをテロとの戦争っていうのは、レジームっていうのは作ったんです。だからそれは実は戦後の国連秩序とか国際法秩序とか、そういうのを根幹から崩してるんですよ、実は。だから今の戦争っていうのはそういう時代の戦争なんです。で、だから戦争なんてろくでもないって、根本的にろくでもないんです。だからやっちゃいけないんです。やっちゃいけないっていうか、こんな戦争はね、いつでもすぐ止めなきゃいけないんです。で、それで今止められるのは、このウクライナの戦争は止められるのは誰かって言ったら、なんかね、こうトルコが仲介しようとして、インドが仲介しようとしたりなんかすると、トルコはどっちにもドローン撃ってて、どのこので、こういうよくわからない。それか NATO に入ってても、そのスウェーデンなんとかなんか、どうもトルコは怪しいからって言って、トルコには交渉させないっていう圧力が働きます。あ、もっとはっきり言えば、戦争が始まってすぐに、アメリカははっきりゼラチンスキーじゃない、ゼレンスキーはね、あるいはウクライナは NATO に入れないってはっきり言いました。だから NATO は戦争に参加しないと、ウクライナは守らないって言ったんです。で、だけどウクライナは守らないと言ったんだけれども、でも武器は送ると。で、だから戦えっていうわけですね。で、戦えって言って、そしたらそのゼレンスキーはね、戦ってくれないならしょうがないな、 NATO 入れてくれないんだったらしょうがないなって言って、トルコで
最初ミンスクでやったけど、トルコで停戦交渉をやるっていうことになって、その時にもう文書までできてるわけです。だけどこの時どうしてダメになったかって、トルコの代表団、ウクライナの代表団がまずその現場で1人、それから戻ってから2人暗殺されてるんです。で、暗殺じゃなくて、これはウクライナとしては処刑したって言ってるわけです。敵のスパイだから。で、そうしたらどうなるかって、もうここでウクライナの代表団は停戦はできないということです。停戦交渉始めたら帰って、国に帰ったらもう生きてられません。だから交渉を蹴って戦争するしかないんです。だからまた武器をこせ、武器をこせっていうふうに言うわけですよね。それでもっと協力しろって言っても、全然 NATO は結局協力してくれないから武器だけくれるけど、それでじゃあって言って、だんだんやっぱり戦争も拡大するしかない。戦線拡大してロシアに本土に攻撃したりなんかすると、そうするとロシアがもっと戦線を拡大してくるって。でもロシアでも実際じゃあどこで戦争やってるかって言ったら、クリミアと東ウクライナでしかやってないわけです。というのはもともとそこが係争地だからね。でそこはじゃあそのロシアの侵攻以前どうなってたかっていうと、先ほどちょっと話が出てたようにそこは内戦状態だったんです、うん、それでだからそこの地帯は、今のキエフ政権はここの地帯が人が住めなくなろうがどうなろうが、どんな破壊されようと全然困らない、むしろその方がいいわけです。そこ浄化できるから、民族浄化できるから、うん、でだからウクライナ反転攻勢したいわけです。でも兵器しか来れない、それでということで、まあでもいいけれども、ロシアの方にも本土攻撃とかなんかしてロシアの戦線を拡大させようとしますよね。そうしたら NATO もアメリカ NATO もね、どうしようもなくなるから、なんとかしてくれるんじゃないかっていう、まあちょっと破れかぶれですよね。それでじゃあ戦争終わってもう悲惨なことになってて、でロシア軍のひどさとか、ロシア軍がもう組織的にもどうしようもないだとか、それから徴兵でも集められないからどうのこうのって、ワグネルがどうのこうのとか、いろんなこと、そういうことはもうこと細かに全部出てくるわけです。なぜかっていうと、アメリカの軍、なんていうんですか、軍事研究所っていうんですか、だから戦争研究所ですか、あれなんて言いましたっけ、なんとから慶眼っていうね、ネオコンがやってるあれでしょ、シンクタンクでしょ。でそこが言うことだけが西側世界での情報源なんですよ。それとイギリスの 軍の諜報部ですよね。でそこが言うことがこを、まあ、日本のテレビでも何でもメディアでも全部それに従って戦況がこうなってるとか、ロシア軍はこのロシアの状況はこうだというふうに全部言われてるわけですよ。だけどウクライナに関しては一言も出てこない、ほとんど出てこない、たまにちらっと出てきますけど。でもウクライナの状況ってどうだったかっていうと、もうこの前にね、すでに国家崩壊状況でしょ、財政なんか破綻してて、それで2014年以降ですよ、やっぱりマイダン革命、マイダン革命後の政権が東ウクライナをもうちょっとまあとんでもないというか、まあ、東ウクライナ でそこでほとんど内戦状態だったから、それが長期化してたから、だから政治的にももうここ分裂してるわけですよね。それで分裂してる上に、そしてだから戒厳令引いて全部男、青年男は出さないようにって言って一生懸命兵隊集めてるわけです。でもソ連崩壊以後、そこからね、ウクライナからすでにどれぐらいの労働力っていうか労働人口っていうか、それが西側に流出してたかっていうことですね。でだからウクライナって人口すごく減ってきてて困ってるわけですよ。でそこでだからとにかく兵隊集めようとするでしょ。でも
一番最初だからで戦ってたのはだから民兵上がり の、まあ、あそこも新しい国だから国軍っていうのはしっかりしてないからね、バラバラな形であって、それで民兵上がりのこう猛者たちが主力戦闘を担うわけですけど、でこういうふうにして長引くに従って、じゃあウクライナ人ロシア軍がどれだけ死んでるとかそれは言われますけど、ウクライナ人どれぐらい犠牲者が出てるかって言ってあんまり言われてないわけですよね。それで実際その軍の状況がどうなってるかって、でドイツからいやイギリスからどれだけ新しい戦車もらってもその戦車使えるあれがいるのかどうか、戦闘機取ったってそれ使える人間いるのかどうかっていうんで、実際にはもし戦闘機をウクライナに上の譲るとしたらパイロットとか整備士まで譲らないと使えないわけですよ。でそういうふうにして戦争が、でだからどっちがやったかも分からなくなる、あのダム決壊どうなったかって、で日本のテレビとかなんかではあの川の上側の方のことばっかりしか言ってないけれども、川の南側、例えばアルジャジーラなんかのニュースを見ると川の南側、そこはロシア兵がすでにそこを占拠してたところね、そこら辺がどれぐらい被害を受けてるかとか、そうするとこれは ここを解決させてもロシアは 戦術的にこれ別に有利にはならないなっていうのはすぐ分かるわけです。だからどっちがどういうふうにして被害を受けてるかでとか、それから、まあ、ノードストリームの話もありましたけど、いろんな戦場で何が起こってるかって本当もう分からなくて、で分からないままどんどんこれでどんどん、それでねもう人がいなくても戦争できる時代になってるから、ドローンでどんどんであちこちからドローン持ってきてっていうんで、もう悲惨なこう殺し合いがね、こうもう底なしの間のように入ってくる。それでここでいやロシアを叩かなければ、ロシアを叩かなければとかね、それ正義をなんとかとか言ってたら本当にね、このどこまで続くぬかるみぞっていうのがそこに残って、でこれが実は世界すごい分断してるわけですよ。最近グローバルサウスとかいうのが言われてきましたよね。なぜかっていうと西側に G7 に従わないとか G7 のやり方おかしいと思う多くの国々が、西側が G7 が説得しなければならない、あるいはまた抱え込まなければならない対象として浮上してきてるわけです。でもちろん前から中国がありますというような状況に今なってきてて、そこのところに分断線が設置されてるわけですね。でその分断線のネックがこれがロシアだから、だからロシアを経済的に全部締め上げると、で経済的に追い詰めると、でもそれはね、そのパイプっていうのはグローバル経済のパイプだから、だからそこを絞って締めて締め上げてロシアを孤立させるって言ったら、他のところもみんな息が届かなく、空気が届かなくなっておいおいおいってなるわけですよ。で一番あのもう一番それが答えるのがいわゆる南の国でね。だから南の国はこの戦争によってっていうよりもね、確実にその後の西側の分断政策によって南の国はこれはやめてくれっていう状態に当然なってきてて、そうすると西側ともう南の国っていうのは利害が一致しないわけです。それに多くの南のサウスと言われる国は、西側 G7 がね、これが200年間世界で何やってきたかっていうことを知ってる国々です、うん、でそのやられた残骸の中からやっと這い出てきてる国々です。だから G7 の言うことなんかもう聞きたくないっていう、それで世界がそういう形に今なってきてるっていう、だからっていうか、そうしてでもね、例えば中国が仲介するっていう言うでしょ、そうするとアメリカがそんなことを中国にさせるかっていういうふうな感じで、中国はこのロシアに武器を輸出してるしどうのこうのとかいうことで牽制して中国にやらせようとしない。なぜかというと、まあ、中国に世界のリーダーシップ取られると困るからです、アメリカで。だけど実際には現実的には先ほど和田さんから障害があったように、
今度ブリンケンが初めて中国に行って、でそのウクライナのことに関してもそうですけど、中国にイニシアチブ取ってもいいよみたいな、実はやってくれみたいな、こういうことを初めて言い始めてるんですよ。で、そしてじゃあっていうんで、その台湾のことでも、台湾をは中の独立っていうのは認める、アメリカは認めないということを表明したんですよ。じゃあ台湾危機って何って言うんでね、で結局アメリカは、アメリカ中国と対立したくない、最終的に対立したくないというよりも戦争したくないんですよ。でどうするかっていうと、日本みたいな国に中国にけしかけといて、それで後で、あこいつらがやってるからって、あじゃあ助けてやるって言って武器を送るっていう、そういうことに、こう中国 の、 あの東アジアの状況って今そうなろうとしてる。でそれを2008年以来、2008年っていうのはどういう年かっていうと、アメリカがウクライナとグルジアを NATO に組み込むって言った年です、うん、その年以来ウクライナに、で14年には政権を転覆し、その後何年もかかって武器と軍事支援をし続けて、そしてだからロシアの最初の作戦は失敗したんですよね、っていうようなことでね。だからこうあの東京、つい最近のそのブリンケンの中国訪問っていうのは、だからそのことまで全部あぶり出しちゃったみたいなことなんですよね。でアメリカはやらないからっていう、うん、でだからアメリカはウクライナを NATO に入れるって言っといて、で実際ウクライナが入れてくれ入れてくれって言ったら、いや入れないって言うんですよ。なぜかっていうと、あのロシアと直接戦争はしないからっていう、でっていうのがこの間のアメリカの世界戦略なんです。であの先ほど石破さんは東アジアのこととなんか並べるのは奇妙な考えだって言いましたけど、奇妙な考えなんかであるのでは全然なくて、だって今世界の国際関係の中軸にいるのはアメリカですから。でアメリカはあのヨーロッパはね、でもヨーロッパ周辺のことしか考えられませんけど、アメリカはここ30年40年、まあ冷戦の時から言えれば長いですけど、ここ30年、ね、全世界を統治してるわけです。だから軍事基地も700いくつの軍事基地が世界にあるでしょ。だから統治してるわけですよ。でそうするとそのアメリカの世界統治戦略っていうののヨーロッパの局面とアジアの局面っていうのがあって、それはだからつながってるわけです、うん、だから私たち、だからこそウクライナのことは私たちと無縁ではないんです。本当なら無縁、本当ならあれはね、だからヨーロッパの境界の問題なんですよ。どこまでがヨーロッパで、どこまでが、つまりどこまでが西洋でね、どっから先が西洋じゃないかって。でロシアは昔からね、できた時から西洋に入れてほしかったんです。西洋のようになりたかったんです。でもウェストファリア体制はロシアをね、一応は認めるけれども、あんな国境がどうだかよくわからないような中一元的な主権国家でもない、あんなものをっていうんで、異物としてエクセプションとして組み込んでたわけですよね、ウェストファリア体制に。それでそしてその境界をどうするかっていうのはずっと昔からの課題だった。で冷戦後、じゃあソ連が解体されて、みんな民族国家にならなきゃいけないっていう時に、ロシアは民族国家になりようがないから、それでロシアになったんだけど、その時に本当に、まあ、NATO はね、 NATO はその時に解散したら NATO は立派だったけれども、 NATO は解散できなかったっていうか、フランス、ドイツは
してもよかったんですよ。だからロシアと対等の国になったら、そこにそうすると新しいね、広大なヨーロッパができるわけです。それを認めなかったのは何かというとアメリカなわけですよ。アメリカはヨーロッパの独立を認めなかったんです。だから NATO で春日井で組み込んだわけです。そしてとりわけ東欧の国々を NATO に、 NATO のね強い春日井にして、ヨーロッパ、古いヨーロッパ挟み込んだわけですね。そしてその時の仮想的っていうものとして、仮想的じゃなく現実的としてロシアを設定したから、だからその境界っていうのはどんどんどうしてもロシアに迫っていくわけです。でウクライナってのは何かっていうと、結局ねウクライナは独立した時には全然その核協定の話とかね、ああいうのも全然両国が対立するっていう文脈がなかったから、その話が全部進んだわけですよね。だってソ連が持ってた核で、で 核発電所もありますよね。それで、それとかあそこに軍事工場だとかケミカルの工場だとかいっぱいあったわけで、でそれが全部ウクライナのナショナルなものになってしまうっていうことは、これはソ連というロシアとして当然認められないわけです。だからそういう財産分与をして、でもその共有部分ってのはすごくあるわけですよね。その共有部分をだから90年代は持続的にやってたわけです。そして2000年代に入ってもそうだった。で、だけど2014年以降、だから2008年にブッシュがそういうふうに言いますよね。NATO に組み込むって言った時から、それを良しとして自分たちの昔からの反ロナショナリズムっていうやつを、で自分たちが権力を取っていこうとするグループが結局ウクライナを乗っ取っていくことになるわけです。あ、ごめんなさい。それでだからウクライナっていうのはその時のヨーロッパとロシアの境界の餌場になるわけです。ウクライナ自ら餌になっちゃうわけです。どっちが食うかっていう、その結果が今の戦争なわけですよね。でそういうことをね、あ、強国が大国が侵略したっていうその図式、え、で市民がやられてる、冗談じゃないって、このその図式でパッと取ったらね、こういう状況になるまでのある時間の厚みだとか事情っていうのはね、全部拭い去られちゃう。でそういうのは何て言うかって言うと、歴史修正主義っていうわけです。歴史否認っていうわけです。でじゃあ今っていうこういう状況になってた時に、とにかくさっきも言ったようなことでね、今戦争をやるっていうのはクソなんです。根本的にクソなんです。だから戦争になったらすぐやめなきゃいけない。だけど誰がやめさせるかって、やめさせられるのは第三国だけなんです。自分がね一緒になっておいやれやれって言ってるのは絶対に仲介に立てないんです。だから武器支援なんかやってたら、やってる以上、やってる限りはね仲介に立つ資格がないんですよ。それでね、何が何と言おうと問題、課題は何かっていうと、ウクライナを要するにあそこで独立の中立国にするっていうことでしょ。今言ったようにね、問題はヨーロッパとロシアの境界なんだから、だから中立国にするってこと。これよくよくっていうか、もう伊勢崎さんがいつも言ってることですけど、干渉国家なんです。だからあそこをどっちにもつかず、どっちもがサポートするような、そういう中立国にしないといけないんです。でそのためにはって言ったら、他のあらゆる和平工作を潰してる G7、 アメリカ含めてです。 G7、 お前たちね、世界の今後の国際秩序の国際平和の100年の計のために、お前たちここで方針変えろと。自分たちが第三者として、だって G7 って大きな顔してるんだろうと。
でその大きな顔してるその大きな顔の分だけお前たちには歴史的罪があるんだと。だからそれを償うためにね、ここで第三の立場に立ってそれで調停しろと。でだって他のところが調停するっていうと国連のグテーレスがやろうとしてもソ連の味方するからって言ってさせないわけですから。だからこれが G7 が調停停戦調停やんなくちゃいけない理由なんですよ。ということでちょっとねもうちょっと簡潔に5分で話したかったんですけど、はい、はい、石谷修さんありがとうございました。あの最後の第一部最後の話となります東郷和彦さんよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。まずちょっと僕最初に言わなくちゃいけないのはこの東京新聞に載ったこの即刻停戦の、記事を見ましてね本当に僕感動したの。 よくできてますよこれ。それでまあそれで岡本さんどこ行っちゃったあのと話をして僕がいかにかこの特にこのウクライナ部分のにいかに感動したかということを申し上げたらそれじゃあもう少しあの情報提供しましょうということで今日の会合のご案内をいただいてそれで10分喋ると話が最近来てそれでじゃあ何喋るのかなということでまあ大変ね、深い話がいっぱい出たんで、でも、今日僕は最初にお話しようと思うのは、やっぱり、ここ2、3週間の間に私が直接体験した、この、即刻停戦ということが世界でどう受け止められているかということについての、ちょっと実体験の話を、まずちょっとさせていただきたいと思うんですね。で、私は英語でとにかく発信すると、いうことは日本語はもちろんですけどもある程度僕の責任かなと思ってそれやってきてるんですけども最近の僕の2つの経験1つは結構うまくいったもう1つはほとんどねディザスターに等しいぶったたかれたなぶったたかれたのは結局ですねその今の話の中にも出てきたこのネオコン主義がやっぱりアメリカをガンと支配しているわけですよ。そこにちょっとものにぶつかっちゃったんでもうどうにもならなくぶったたかれたというこの2つの話をしたいと思うんですけどね。まあ一つ結構うまくいったかなと思ってるのはJournal of Territorial and Maritime Studies というこのちょっと前から付き合ってる雑誌がありましてでそこにですね、2、3ヶ月かけて論文書いてた。で、その論文がですね、昨日、6月20日昨日ですよね。昨日、最終的にアップルーブされた。それで、アップルーブされる前にね、何人かの人に見せて、結構ね、バランス取れてて、評判がいいと言われて、それで、マイク・モチズキっているじゃないですか。彼が主催してる、まあ、大きな、こう、日本外交の発信みたいなのがあって、マイク・モチズキは僕の論文を読んですぐね、その、ウクライナ問題に関する東郷和彦の意見って中に入れてくれた。これ結構大きい、私にとっても。それで、で、まあ、バランス取れてたということなところはもう一つ会議があって、これが6月14日。だから、昨日アップルーブされるちょうど1週間前にね開かれた会合でこのこれで必ずしも僕よく組織分からないんだけどトランスアトランティック・リーダーシップ・ネットワークとトランスアトランティック・リーダーシップ・ネットワークというのをやっぱりこれはアメリカがすごいお金を注ぎ込んでやってる国際会議でそこでねロシア・エンザ・レストとロシアとそれ以外というね、長期のシンポジウムをやると。で、その第1回の会議が Russia and Japan という会合で、
25人ぐらい、日本人と、それからアメリカ人で、結構そうそうたる人が呼ばれてて、まあ私も招待されて、まあ非常に光栄に存じてですね、その代わり僕は失敗できねえと思ったんですよ。それで、しかし僕はこういろいろ考えてみて、何を一番主張したらいいかなと思ったのは、僕は結局ネオコンがこう主催している今の戦争というのには基本的に反対だし、ロシアの立場を理解せずして物事は進まないということは確信犯ですから、しかしそれをガンとぶつけたらね、多分反発されると。ただ殴り合いだけになっちゃうんで、ガンとぶつけないでですね、アメリカの、まあ大体の流れがどうであるかっていうところには直接手を入れないで、しかし、アメリカっていう国は立派な国だと。なぜ立派な国かっていうとね、アメリカっていう国の中からは、その次々と少数意見が出てくると。でこの少数意見を出している人たちっていうのはもう自分個人の責任で、それでもう誰が何と言おうとこう主張すると。こういう人たちが出てくるのが、やっぱり僕はすごく素晴らしい国だと思うと。それで、まあ、限界にはですね、今のネオコンの支配するアメリカ、つまり自分は 100% の正義。相手が 100% の悪だという、こういう価値観でもっても世界を席巻しようとアメリカではなくて、そういう少数意見がふつふつと出続けているアメリカの本当の民主主義は素晴らしいと。これをうまく言えばね、まあ、許してもらえるんじゃないかなと思っていたんですけれども、その時僕が出したふつふつと出てくる少数意見の例としてね、ここで僕が実際に会合で発言したのはね、まずリアリスト。で、それはね、キッシンジャー、またはミアシャイナ。それからね、むしろ逆のリベラル。それで、ノーム・チョムスキー。それからね、独立の学者で、あるね、ジェフリー・サックスと、それから最近僕が見つけた、ベンジャミン・アベローという、この人は70ページぐらい そのパンフレットみたいな本書いてあるんですが、もう素晴らしい。もう本当に分かりやすくね、やっぱりウクライナというものの立場を、ウクライナじゃないですかね、ロシアっていう、ロシアの立場をね、ちゃんと理解せずして、この戦争は理解することもできないし、終わらせることもできない、70ページでパンフレットみたいなのが本当に素晴らしいと、最近感心してる、それからまあもう一人、エマニュエル・トッドですね、日本ではこれ非常に評判になってる、エマニュエル・トッドって。でところがね、僕がこの名前をこう出していくたびにですね、司会をやってたのは、アンジェラ・スタントという人と、それからダン・ハミルトンって答えなんで、アンジェラ・スタントの顔がだんだん引きつってくるんだ。でね、最後にね、やっぱり僕はちょっとね、言い過ぎたかもしれないなと思ったのは、僕は結局こういうこの個人の人たちね、で自分の意見を絶対変えない人たちが何を言ってるかというと、この戦争はね、プーチンがunprovoked war、 つまりプーチンは挑発されていないのに戦争を始めたと。このアンプロボークドウォーっていうのを、要するにネオコンが支配する世界観の根本、キーワードなんですよね。だから、僕はそれに、この人たちはね、私がって言うとあれ、でもこの人たちは、それにチャレンジして、それで、プーチンがアンプロボークドウォーとこういうふうに言ってることに対して、彼らは、いや、ちょっと待てと。少なくともプーチンの立場からすればね、これは、要するに、プーチンとしてプロボークされている面があるんだと。ということをこの人たちは言ってるというふうに僕には見えますよと。それで、だから、プーチンの立場に立って、プーチン自身が何を考えているかということをもうちょっとね、広い立場から理解しないと、この戦争の、集結に向かっての方向ってのは出てこないんじゃないかと思うと言って、それで、その、
僕はそのこれまで書いた英語の論文なんかも紹介してね、それで、どうかね、私の考えているこのプーチンの立場に立って今考えているような、今こそプーチンの立場をもうちょっと広く理解しないと、本当に片手落ちになるぞということを最後に付け加えたんですけどね。で、その、リスポンシブルステートクラフトっていうのに去年僕の書いた論文をね、最後にね、とにかく出てる人たちみんなにね、このプーチンの立場をもうちょっと理解する必要があるということについて僕はね、こういうことを書いたんでね、皆さんも今日せっかく、まあ、20人ぐらい人にしたんで、これをぜひ読んでくださいと言って、最後のもうすごいと思いつつ、それを最後にそれを言った。でもね、ほとんど確信があるけど、そこにいる人たちが僕が書いた、その2022年の4月に書いたリスポンシブルステートクラフトのね、一人も読まないよね。これはね、失敗。やっぱり外交の一番のそのエッセンスはね、あいつともう一回喋ってみたいという、これを残さなかったらね、失敗ですよ。なのでね、まあ、何歳になっても失敗しますから。やっぱり、これをね、なんていうか、機会としてさらに勉強していきたいと思ったっていうのは僕の最近の経験なんですが、それで、まあ、これで終わりに、まずは第一ラウンド終わりにしますけども、これからどういうふうになっていくのかということに関しては、僕はやっぱり今のね、ネオコン主導のアメリカの頑固さ、それに僕はぶち当たって跳ね返されたわけですよね。それで、アメリカのやっぱり選挙というのはすごく関係あると思いますよ。しかし、バイデンがもう一回出てくると言ってるわけですよね。極めつけのネオコンですよ、バイデンというのは。でね、彼がもう一回出てきて、そうすると、あと、その次4年では6年やるわけじゃないですか。それからもう一つは、バイデンは、ゼレンスキーとはね、ある種の相思相愛。ゼレンスキーにグワーッと言われるとね、彼はね、アメリカのいろんな制限があるとはいえですよ。しかし、少しずつそれから譲歩してるんですよね。それで佐藤勝氏の言ってることなんか聞いてても、アメリカは一定の限度を超えたくないと。それはそうだと思うんですよ。ところがね、少しずつこの行き地が上がってくるというのは僕はものすごく危険だと思うんですよね。それとどこで間違いが起こってね、どこで予期せる事態の中から戦争が一つ上の段階に行くか分からない。それをあと6年続けたらね、本当に恐ろしいのは何人人が死ぬかっていう。なので、何とかしなくちゃいけないと思うんだけども、バイデンが6年やったら、少なくとも代理戦争としてはっきり認識しているプーチンがね、その一方的に負けるなんてありえないですよね。だからこれがまあ、そうすると、だから何とか止める方法っていうのは、やっぱりここでやってるようにね、声を大きくしていく、これじゃダメだっていうことを辛抱強くやっていくっていうのは、これは少なくとも一つ大事なことなんで、僕もこれからも参加したいと思いますけれども、参加するんじゃなくて、それで、もしバイデンが出てこないで、あと2年でバイデンが終わるんだったらね、そこでやっぱり一つの転機が訪れるんじゃないかと思うんだけど、ここは僕にはどうなるかわからない。まあ、ちょっと これで最初の発言、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ここで第1部を終わりにして、休憩を15分間取りたいと思います。いいですか。今、3時55分ですから、4時10分にお集まりください。4時10分から第2部を開始します。第2部は、停戦の過程を実務的に考えると。伊勢崎健司さんと羽場久美子さんの提言から始まります。では、4時10分にまた集まりましょう。15分お休みです。ありがとうございます。